皆さんこんにちは。オーダースーツ M2 プラントの大野と申します。今回はですね、これからの春夏に向けて僕がこれから作るジャケットのデザインをご紹介させていただきたいと思います。それでは、早速生地なんですけれども、こちらですね、濃いグリーンの無地です。こんな感じで、ちょっと動画では分かりづらいかもしれませんが、かなりね、ざっくり折られてて、すごい風通しの良さそうな生地になっております。素材はポリエステルなんですけれども、こちらの生地、実は麻ライクと言いまして、ポリエステル 100% なんですけれども、すごくざっくりと折って麻っぽい素材の感じをちょっと出してるんですよね。すごく涼しげなと言いますか。ただ麻っぽい風合いは出してるんですけれども、素材はポリエステル 100% なので、やはり麻に比べて丈夫さというものがあるので、よりちょっと使いやすい感じになるんじゃないかなと思います。今回、この麻ライク、この生地が初めて入ってきましたんで、ちょっとどんな感じかなということで作ってみようと思った次第です。次にデザインなんですけれども、前のボタンですね。これは2つ。シングルの2つボタンの1つ掛け。こちらの一番ベーシックなスタイルでいこうかなと思います。襟の形も今僕が着てるスーツと一緒ですね。この襟の部分、パカッと口が開いているノッチドラペン。こちらのここも板で標準ですね。この辺はシンプルにいこうかなと思います。胸のポケットもこのスーツと同じ箱型ですね。あと腰ポケットはちょっとこれとは違うんですけれども、アウトポケット。外付けのものですね。少しカジュアルな感じですね。やはり涼しげなジャケットになりますんで、あんまりこうスーツらしいというよりかは、ちょっとカジュアル感を出していこうかなと思います。後ろは、これですね。センターベント。ここも、至ってシンプルに、あんまり奇をてらわないジャケットにしようかなと思っております。それでは、こちらですね、ボタンなんですけれども、この生地に今回合わせるボタンは、こちらですね。この、ちょっと淡い茶色系。ちょっとベージュっぽく見えますけどね。このボタンでいこうかなと思います。やはり緑と茶色っていうのはね、合わせやすい色ですし、ただあんまり濃すぎても、ちょっとシーズン的には、涼しい時に着るジャケットとしてやっぱり仕立てますんで、少し明るめの色合いでいかせていただこうかなと思って、このボタンを選びました。あとは最後に裏地ですね。ボタンは特徴的だったんですけれども、裏地はもうこんな感じです。至ってシンプルですね。もう同色系の少し淡いぐらいのグリーンの無地でいこうかなと。今回も、だいぶ前に、ご紹介させていただいてたんですけども、僕が新しく作るジャケットを以前紹介させていただいてたんです。で、そちらでも申し上げてはいたんですけども、ここですね、裏地なんですが、今回のこの生地もちょっと涼しげな感じにしようかなと思ってますんで、クールビズジャケット仕様と言いまして、ここですね、背中だけではなくて、この辺も裏地をもうバッと取り払って、すごく裏地の少ない軽くて涼しげなジャケットの仕様にしようかなと考えております。そうなるともうこの裏地がつく部分が本当に限られるんで、もう一部ですね、背中のほんの一部とここですね、もう袖の裏ぐらいなので、そんなに奇をてらった派手な裏地にする必要もないかなと思いましたので、ここに関してはシンプルに合わせていこうかなと思います。では今回はですね、僕がこれからの春夏に向けて新しく仕立てるジャケットの生地やデザイン、こちらをご紹介させていただきました。また仕上がった際は動画にてご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。このチャンネルが参考になったという方はチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。